細野さんが、大胆な発言をしました。はい、うん、昨日、福島県庁で佐藤雄平知事と会いまして、うん、まあ、今まで野田政権は国の責任でその放射性物質で汚染されているものを取り除く除染、はい、年間追加被爆線量が5ミリシーベルト以上の地域で行う方針を示していたんですけれども、それ以下のところは支援しないという方針だったんですが、やはり福島県の方々が反発しまして、それを受けて昨日、細野豪志さん、原発担当大臣、環境大臣が、その1ミリ以上5ミリシーベルト未満の地域も国が財政支援しますよと、はい、国は責任持ってやりますよというふうに伝えたという記事が朝日新聞などに載っております。はい、この細野さんの言ったことっていうのは、これどこまで信用できるの？これからいろんな会議とかあるの？それともこれは環境省で原発担当省だよね、この方は、はい、この方の意見っていうのは、結構オールマイティーなの？まあ、閣僚ですから、しかも原子力発電所問題の担当ですし、環境問題の担当ですから、その発言の意味は非常に重たいでしょうね。うん、はい。ね、こういう発言してくださるのは、まあ、とても僕は嬉しいんだけど、嬉しいけど、実際に、責任取れる？責任、本当この人取れるの？できるの？これ1ミリシーベルト以上。別の東京新聞の記事で何ミリシーベルトが出てるんですけど、太田さん、はい、この1ミリシーベルト以上ったら大変な、広範囲にわたりますね。まあ、福島県は随分多くの面積、1ミリシーベルト以上ですし、その他宮城、はい、栃木、茨城、一部除染が必要になりそうです。その他群馬、千葉、埼玉、東京などでも調査が続けられておりまして、まあ、この東京新聞に載っている地図では、山形県の一部なども、その除染が必要な地域になってきますね。ね、これは大変な作業になる。はい、それでなくても、今の現状で、表土が、取り除いた土、はい、それから水、汚泥、行き場を失ってますよね。そうですよね、うん。先日この番組でもお伝えしましたけれども、環境省が試算、試みの計算をしたんですけれども、うん、その5ミリシーベルト以上の区域を中心に除染したときに、うん、まあ、表土、表の土を5センチ削り取ったときの、その土の量が、東京ドーム23倍分になるという試算をお伝えしたんですけども、はい、それは5ミリシーベルト以上の区域で、東京ドーム23倍分出るんじゃないかということなので、1ミリシーベルトから5ミリシーベルトまで含めると、うん、ほらもう、ちょっと想像絶する量に。はいはい、どこに運ぶんですか、はい、置いてあるだけだよ。あちこち山ビニールかけて。置いてあって、ビニールかけてるだけですよ、ね。だって、この土受け入れてくれるところは、今のところ、中間貯蔵施設っていうのが作ろうとしてるけど、どこに作るかっていうのも決まってないし、ここでどのくらい貯蔵するかも決まってないし、だからまあ、そういう、こういう現実はとっても、片付かない問題があるんだけど、細野さんはそれの上にだね、1ミリシーベルト以上っていう新しいことをね、こう、まあもちろんこれ嬉しいんだけど、これをちゃんとやってくれるかどうかっていうのと、それから昨日か一昨日に避難区域が、避難準備区域、緊急時避難準備区域が30日の夕方で解除、うん、なったね。されました。ね、はい。これはわかんないんだけど、緊急時避難準備区域。今まで住んじゃいけ、ここは住んでも住まなくてもいいですよ、みたいなことだったの？そうですね。曖昧な地域ではあったんですね。うん、何かあったらすぐに逃げられるように準備だけはしておいてくださいよ。でも強制的に逃げなくてもいいですよ。うんうん、ただし、お子さんや要介護者や入院患者は入っちゃいけませんよという、非常にこう、自分で判断するのは難しい区域、ね。曖昧な、この場所があったわけだね。はい。それを、今までと同じ状態で何にもしないけども解除しますって言ったわけだね。女性も何にもしてないし、何かして解除しますって言ったわけじゃないね、うん、調査して安全だということが分かったとかいうことも何もないのに、うん、もう戻っていいですよって言ってるわけ、ね、うん、で解除になりましたね。解除になった。でそれはね、このそこここに起こってくる曖昧さ、この曖昧さで国民一人一人がどういう感情の変化をしてるかっていうと、阿川さんが本番前におっしゃってたんだけど、
うん、私の友達がちょっと福島の子どもたちなんか預かったりして、そういう仕事をしてるんですけれども、うんうんうん、そしたら、国がやっぱり数値を決めてほしいって彼女が言うから、国の数値なんて当てにならないじゃんって、私はつい言ったら、うんうん、そういう段階じゃないと、うん、地元の人たちは若いお母さんは子どもを抱えていると、そうすると、おじいさん、おばあさんは、俺たちは出て行きたくないって言ったときに、私たち出て行きますって言って、ちょっと出てって戻ってくると、お前出てっただろうっていう、要するに人間関係、それが家の中だけじゃなくて、地域とか、お母さんたちの間とか、しかもだから もっと簡単に言えば、一旦子供のこと考えて戻ってくると、そこで前から出て行かなかった人たちの間で、なんで出てったと、なんで置いてったみたいな、ね、そういう人間関係でギクシャクして、うん、もう放射線のことだけでギクシャクして、食べ物のこともあれなんだけど、うん、もう人間とのギクシャク関係でクタクタになってるんですって、うん、そういう問題がいっぱいあるから、ね、うん、だから何でもいいからって言ったら変だけども、うん、国がここは危ないとかはっきり言って太鼓判をしてくれれば、うん、お姑さんとか地域の人たちを説得できるけども、うんうんうん、それはあんたたち自分たちで判断しなさいって言われたら、もう人間関係どんどん壊れると。でね、正直言ったらね、正直のね、まあその一家族の話だけど、正直ね、戻って住む、子供をここで育てるね、します、あなただったら、うん、え、何の保証もない場所で、ただ解除になりましたって言われただけだよね。だけど外に行ったって、うん、お父さん旦那が仕事がないとか、うんうん、家がないとか、うん、友達の家に長いこといられないとかいうことになったら、うんうん、はい、戻るしかないってことなんですか。この、ね、国のこの曖昧な決め方がね、例えばその農家の一つ、はい、それが東京で言えば、例えば小学校があって半分のね、あの子供たちは、私立は半分の子たちは日本にいなかった、外国に行ったりね、でまた戻ってきたと、東京にいなくて大阪に行ってまた戻ってきた、前からいたと、この曖昧さが、こう、全部真実っていうか、はっきりしないために、あっちこっちでこの国のいろんなところでこういう状況になってるってことを、政府は知ってるのかなって俺は思うんだけどな。